ツインホールズはアメリカ合衆国コロラド州の北部中央、デンバーオーロラブルームフィールド都市圏に入る統合市郡である。2010年国勢調査での人口は55,889人だった。コロラド州の都市では人口で第16位、面積で第14位、軍では人口で第13位、面積最小である。 デンバーオーロラ・ボールダー広域都市圏にも属している。ブルームフィールドはボルダー軍の南東隅に位置していたが、自治体としては1961年に法人化された。その地域でブルームコーンを栽培していたので使命がつけられた。その後の30年間で隣接するアダムズ軍、ジェファーソン軍、ウェルド軍の町を含め合併によって大きくなった。 1990年代、市の指導者たちが4つの軍にまたがっていることで4つの裁判所、地区、4つの軍庁所在地、4つの軍消費税が関わる複雑さを避けるために別の軍として創設するための動きを始めた。また政治的にも昔からボルダー軍とは異なる特徴があったことも分離を推進する要素になった。ブルームフィールドは独自の軍政府で、 より即応性のあるサービスを提供できると主張し、新しい軍を作るために、コロラド州憲法の修正を要求した。その修正は1998年に成立し、その後3年間の移行期間を経て、2001年11月15日に、コロラド州64番目の軍、かつ2番目の統合主軍として誕生した。1990年代、ブルームフィールドなど、 デンバー氏の郊外部は経済的に大きく成長し、その主要因はハイテク産業だった。ブルームフィールド経済開発会社のサイトによれば、市内主要雇用種として、第1位が IBM で従業員数3400人、第2位がボールコープで同3100人、第3位がレベル3コミュニケーションズで同2089人となっている。c ー,ートテクノロジーと オラクルも市内で存在感のあるハイテク企業である。ブルームフィールド市内には湖や公園をつなぐ広範な遊歩道体系がある。一つの景観道は市に西部にあるスターンズことジョッシュ池をつないでいる。また、アメリカ同時多発テロ事件の記念碑があり、崩壊したタワーの鉱材の破片が収められている。市内ではブルームフィールドブリッジユースフットボールなど多くの 青年スポーツを支援する団体がある。この団体は非営利団体であり、練習や運動能力開発に貢献している。市内にはスケート公園があり、ボールや大きなハーフパイプがある。またいくつかの障害物コースもある。フラティロンクロッシングモールは大型ショッピングと娯楽のセンターであり、キーテナントとしてノードストローム、メーシーズ、ザグレート、インドアズ、 ベストバイなどが入っている。ブルームフィールドエンタープライズは地元の新聞社である。ブルームフィールド商工会議所は地元の商工業者を取りまとめている。ブルームフィールド市軍の政府は市軍庁、市軍庁代行、市軍マネージャー、市軍検察官が各一人いる。市軍政委員会は5つの選挙区から選ばれた各一人の委員によって構成されている。ブルームフィールドは 北緯39度55分55秒成形105度3分57秒、北緯39.93194度成形105.06583度、39.93194-105.06583に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は27.5平方マイル、このうち陸地は27.1平方マイル。 水域は0.3平方マイルで水域率は1.24%である。ブルームフィールドはステップ機構にある。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ブルームフィールドが4つの軍にまたがって存在していたので生徒たちはそれぞれの軍の学校に通っていた。統合士軍となった今でも昔の軍社会に応じた学区の学校に通っている。 主要な教育学区は、アダムズ25世教育学区とボルダーバレー教育学区である。ブルームフィールドには、大型の公立高校が2校あり、中学校2校、小学校8校がある。私立学校は3校ある。また幼稚園生から12年生までのチャータースクールである、フロンレンジアカデミーがあり、市内には2つのキャンパスがある。ブルームフィールド市群は、 シスターシティインターナショナルに登録される、姉妹都市2県を締結している。ありがとうございます。